はい、皆さんこんにちは、盆栽推奨の松江です。今回は、前回のメキーに引き続き、ハスカシの動画をお送りしたいと思います。このハスカシの目的は、まずこの枝のなんかこう枝の棚っていうのかね、この一つ一つのパーツっていうのがはっきり分かれてないような感じに見えますでしょう。でこれをハスカシをして下の方の葉っぱを取ることによって枝のパーツっていうのがこうはっきり分かれてくるようになります。でそのはっきり分かれさせた状態で切り込みをするのと、その作業をしてない間に切り込みをするのでは難易度がだいぶ違いますから、まあ、僕らプロはもうこの状態で切り込みをしていくんですけども、まあ、初心者の方でもね、少しでもまあ分かりやすいような動画にしたいと思いますので、そちらの方をご覧ください。はい、それではね、今からちょっと葉っぱをね取っていきたいと思うんですけど、これはまあ古葉はねある程度透かされているような状態になっているんですけど、まあ、これだとちょっとね分かりにくいですから、こういう下の方に垂れ下がったような葉っぱをこういう感じで、まあ、取っていくということですね。こういう感じでね、下の方に垂れ下がっているような葉っぱがありましたらこう取ってください。ちょっとこう、ピンセットでこう髪の毛の櫛をこう溶かすように、こういうふうにこう上にね、こういうふうに上げて、上げれる葉っぱならもう別に葉っぱは抜かなくてもいいんですけど、こういうふうに櫛で溶かした状態でも上がらないっていうふうな葉っぱがありますから、まあ、そういうところは下の方に向いてるようなね、こういう葉っぱですね、こういうところをこうちょっとこう取ってやるというふうにするだけでも、この枝棚のこの分かれっていうのがね、はっきりこう分かるようになってくると思います。まあ、ここなんかでもちょっとこう、こういうところですかね、こういう感じになってくるんですけど、わかりますかね。それではね、ちょっとこの辺りを、まあ、葉っぱを透かして、でこの辺りは葉っぱ少し透かせてないところなんですよね。でこのようにちょっとこう枝棚っていうのがはっきりこう分かりにくくなってますから、やっぱりこう少しこうね、ピンセットで櫛を溶かすようにこう上に上げてあげて、下の方に向いているような葉っぱがあったら、そういうふうな葉っぱはこう取ってあげるっていうふうな感じのことをちょっとねしてあげると、そうすると次の段階の切り込みの時に非常にね、切り込みやすいと思いますから、それを、皆さんやってください。はい、それではですね、ハスカシというのか、まあ、下の方のね葉っぱを取って、まあ、枝の輪郭っていうのをはっきりさせるというふうな作業を、まあ、終わりました。まあ、このようにしておくと、今度切り込みの時とかでもね、ちょっとあこの枝がはみ出てるなとか、あこの枝が
ちょっと大きすぎるなとかいうのが分かりやすいと思います。まあそれとあの下の方のですね枝のラインがはっきりすることによってこの枝の結局その大きさっていうのがはっきり分かるようになります。でそれと先端の枝が分かりやすくなっていますから中にもう少しこう切り込んで追い込みたいっていう風な感じの時にはやはりこの下の方のね葉っぱがあまりありますと非常にこう分かりにくい。だから、まあ、あのこのようにして葉っぱを取るっていうことですね。でこの作業をね、まあ皆さんの場合は、なさった方が、切り込みの時に非常に分かりやすいと思います。はい、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。皆さん動画をご視聴いただきありがとうございます。これからもお役に立てるようにこうした技術をお伝えしたいと思います。チャンネル登録、いいねをいただけると励みになります。また疑問に思ったことなどコメントをいただけると参考になります。それでは一緒に盆栽を楽しんでいきましょう。